てネットつぶやいた。追いかける声と震えてる君の肩先にはミステリー。扉開けるたび今夜12時ここで待ってるから、君は告げた。誰にも見つからず一人きり冷え冷えとした夜の机、腰掛けて君を待っている。今宵解き明かされる秘密、長く綺麗な弓かちびとを